浦和明の星女子中学、高等学校は、学校法人名の星学園が運営し、埼玉県埼玉市緑区に所在する、女子中学校、高等学校。完全中高一貫校、カトリックミッションスクールである。青森市で、中高一貫校を運営していた、学校法人名の星学園が、創立30周年を迎えようとする頃、浦和に、 カトリック学校という要望があり、開設30周年を迎えた1967年、浦和明の星女子高等学校開校。生徒、教職員ともに十数名という規模での開校であった。2003年4月、浦和明の星女子中学校を開校し、中高一貫校となる。2006年に高校募集を停止し、完全中高一貫校となる。現在では、 首都圏の中学受験における最難関校の一角を占め、埼玉県内では最難関の女子校として知られている。公明の民の星とは、聖母、マリアのことを指している。埼玉県唯一のカトリックミッションスクールである。前期と後期の2期生で週5日制。授業時間は50分で、1日6時間授業を基本としている。月に一度の土曜日を自主の日として、 希望する生徒が学校で自主的に活動できる日にしている。部活動に打ち込んだり、図書館で学習したりすることもできる。なお、場合によっては、それ以外の土曜日にも部活動を行うことがある。1学年175名程度で、1クラス43から44名の4クラス編成。中3から英語、数学は、 高校課程の内容を学習する。校により科目選択制となり、進度に対応したカリキュラムとなっている。校3では、主要語教科で演習中心の授業が行われる。A 会話 A 会話の授業は、外国人教師によって行われ、1クラスを2つに分けている。科目、聖書、道徳の時間は、民の星では宗教の時間として、 聖書という科目を学ぶ。聖書は、高校3年までの6年間、毎週1時間学ぶ。生徒のほぼ全員が大学へ進学しているが、大学進学を最終目的とせず、生徒一人一人の自己実現を助けていく、進路指導を徹底している。偏差値による、大学選びではなく、自分の進む道と、大学、学部の特色とのマッチングを優先した、進路指導を行っている。 国公立第45名、京都第3名、一つ橋第3名、東京工業第2名、東京医科歯科第1名、お茶の水女子第4名、東京海洋第3名、国際教養第2名、東京芸術第1名等、私立大学、早稲田第37名、慶応第37名、上智大39名、東京理大30名、熊アーチ145名等、チャペル、ジュビリホール、 霊放室、LL 教室、コンピュータ室、実験室3室、図書館、第1体育館、第2体育館、室内温水プール、200メートル全天候型トラック、芝グラウンド、テニスコート、カフェテリアなどの施設がある。図書館の蔵書は約10万冊を誇る。ありがとうございます。